え28歳の人が14歳と付き合ってるから気になってロリコンなんですかって聞いてみたら怖かった彼女がじ、あ、これこの人がなんか14歳の女の子と付き合ってる28歳の男の人ってことね彼女が自殺しようとしたのを止めたら褒められた惚れられたか あ、自殺しようとしてた14歳の女の子の自殺を止めたんだね、28歳の男の子の人が。そしたら、惚れられたんだね18、14歳の女の子に。あと、お互いが恋愛に求めてることと一緒。愛されたいし、愛したいし、誰かに必要とされたいし、必要とされたい、依存されたい、依存したい。 束束縛縛されたい束縛したいいし条件14歳と付き合って、14歳と付き合って言ってさ、人一晩違うじゃん。これさ、誰、ツイート教えてよ。ロリコンじゃないよ。スタイライクゾーンがクソ広いだけで、俺のストライクゾーンは10、上が30で、下が14くらい。 まではいけるから、お分かり。OK、お前こいつの、D、ツイートしてろ。うん、重要さんと付き合ってるって本当ですかみたいな。うん、DM するから。あ、君、現代子来て。はいはいはい、来ました。すいません、皆さん、お,お分かりですかまずね、あのね、もうね、現代子ね、よく言われてるのが、スクショじゃなくて URL の方がありがたいですね。これ、スクショの場合はですね、あの、PR なんとかなんとかとか書かなきゃいけないんですよね。あざっす。まあ。で、別の人から DM でち どういう現象ちょっと意味がわからない。なんで他の人から入ってきたの普通に。どうしたのなんで早いの早すぎないか昨日の朝飲んでから、薬飲んでないから情緒不安定すぎてやばい。でももう少しだけ飲まずいに頑張ってみる。<れ>俺のもの、彼女。取ったら殺す。奪って死んぜよう。その彼女。僕のことだっけ見て。メンヘ13 13インヒラー。中3か、中3か。LINE109 件も消えた。えそんなに取りま、リップ送りまくる。<laughs> じゃあなんでお前つ <laughs> じゃあなんでお前関わってんのこの人に。ロリコンじゃないよ。ストライクゾーンがクソ広いだけ。俺のストライクゾーン上が30で下が14くらいまではいけるから。お分かり。ちゃんと返してやったんだからそっちも答えるのが義務だよな。まずさ、初絡みで自己紹介もない。できないのはどうかと思うよ。はい。理解してくれた。<laughs> これ2時11分もう寝たのかなちょっと待って。お前 <laughs>。何やってんだよ。何やってんの。 力すごいよ、ね、この人行動力すごいバカがいる <laughs> いやばこのヒットはやばいから、ね、<laughs> やめ、ね、た方がいいよ本当に奥にいるから俺が <laughs> すげえ楽しそうじゃんこのやめてよ本当にあのじゃパンチはあった え、ちょっと待って、肩やこっちでしょえ、バレるじゃんなんかさ、俺何もやってないのにさ、なんか俺が悪いみたいにならない理解してくれたはい、いきなりです,すみませんでした。気になっちゃって、嫌な気にさせてしまって、すみませんでした。これあれだろ、多分。14歳の子と付き合っててロリコンなんですかって言ったんでしょまあ、気になるよね。質問箱で匿名でしか言えないゴミに比べたら、こうやって DM 来てくれるだけで、 僕はまともだと思うよ。まあ、とりあえずお前がまともじゃないけど、ね。質問箱は卑怯ですよね。みんな匿名でしか言ってこないからね。お前も匿名だけどな。わざわざ長文、ありがとうございました。いえいえ、気になるのは普通だと思うからいいよ。理解してくれたみたいでよかった。おやすみなさい。はい、おやすみ。え早くないブロック。お前、さっき、ブロックされたやん。私死にかけました。そのまま死にたかった。14歳だ。はい、死んだら許さないからね。え この世に私もいらないよう、ね、に何言ってんの君がいないと、俺の生きてる意味、なくなるんだけど。うん。私を必要にしてくれてる頑張って生きてくね。ずっと俺のために生きててって言ってるでしょ。絶対に話さないから。うん。ありがとう。暑いなぁ。ちょっと待って、暑い。暑すぎて体の中から体内が。って、あ、でもモンスターが足らない。俺の中の心の中のモンスターパラメーターが足らないって叫んでた。何、何、何 ?YouTube のコメントが拾えないんだが、どうした今日はそうの。<laughs> 何そうの日って俺そう打つじゃないからで、ね、そんな冬はこれ板チョコアイスあれどうした前回ですねそのボクちん、ね、夜中に配信してたんです28歳の男の人と14歳の女の子が付き合ってますみたいなでね俺ねそれ別れさせたの 俺のおかげで。なんか自殺しようとしたのを止めたんだって。この男の子が。14歳の女の子の自殺を止めたと。自殺の止めて、でなんか依存とかしてて、みたいな。気持ち悪いと思って。まずね、14歳の女の子に依存してるのがすごい気持ち悪いって思っちゃったの。僕ちんは、まあ。恋って年齢じゃないじゃん。だ要は14歳の女の子がね、10年後、まあ24歳になりましたと。で、10年後32歳です、男の子。まあ、それってまあ割とありじゃん。あ、ごめんね、こっちか。うん、割とありじゃん。でもね、あの、やっぱ14歳っていう中学生っていう、 女の子、年頃の女の子に近づいては、なんか付き合っちゃってますよ、みたいな。乗り込んじゃないよ、ストライクゾーンが広がって。<laughs> そう、俺はね、こいつを全力でね、別れさせようとね、決意しました。でですね、ボクちーはね、別れさせたんですよ。 ザマみミロですよ今カップルでなんか血合喧嘩って喧嘩してるんですよこいつら怖い,怖,い怖,い怖い、怖い、怖い、怖いなんかめちゃくちゃ来てるけどよお前を別れたんですか別れちゃってふえい、ー、ザマミロお、なんかいろいろ言われてるけど俺知らねえよ知らねえ知らねえどうやってパンチパンダ君はこの子と別れさせたのか夢ちゃんまずね、俺は、ね、この子としか連絡を取ってないんですよこの子としか、いきなりですね、ツイッターでね、夢しか勝たんそっかずーっとね、俺はね、かまちょ、かまちょでね、でね、あのね、俺はね、 俺、俺ね、すごい勘違いだったんだけど、あ,じゃあ、あのね、まずね、この子がね、ツイートするのよ。ツイートしてね、リップを返してる男の子、まあ、リップを返してる人っていうのが、まあ、2とか1とかあるじゃないですか。で、基本的に俺は全部返し出したんですよ。いきなりね、ボクちんはね、その、その日のうちにね、あのね、絡み出したのよ。どうもどうもどうも、みたいな、どっちたのみたいな、悲しいの構ってほしいのみたいな。でね、そのね、俺とね、彼氏さんのね、一級地だったんですよ。そこからですね、あの、最初はね、その彼氏さんのね、リップっていうのが見れてたんだけど、いきなり見れなくなったのよ。見れなくなったんですよ。だから 俺はこの人にブロックされたんじゃなないかなって思ってねすいませんあなたの彼氏さんにブロックされましたって言ったのよ言ったの言ったの何かブロックされたと思うみたいななぜか彼氏さんにブロックされたえなんでわからん夢にリップもうねここで夢呼ばれるよここここいきなり夢だからねんでねやり取りしてる時にね俺はね気づいたのよこれはですね僕ちんのスクショではなくて前回ですね俺のリスナーがねよくわかんないんだけどこの人に絡みに行ってそしてブロックされたんですよでねあのねその 俺気づいたんだけど、ブロックされたと思ってたんだけど、なんかリプが見れない現象とかあるのね。俺ブロックされてなかったんだよ、結局。うん。でもね、もう言っちゃったから俺ブロックされちゃったって。でも、ね、最初はブロックされたと思ってたの、本当に。本当に思ってた。ブロックされたって。だから言ったの。もでもね、ブロックされてなかったんだよね、それが。 うーん、なんかよくわかんないけど。で、だから俺はね、あの、この人にね、ブロックされたか本当、本当にブロックされたんですかと、スクショできますかと、聞かれた時にね、でもね、スクショは持ってたの、なぜかっていうと、リスナーがブロックされたから。だから、これは、これを写真を送って、そしたらね、信じてくれたの。うん、ありがとう、夢したか方それでね、なんかね、別れた。ずっと俺のために生きててって言ってるでしょ。絶対に話さないから。うん、ありがとう。 俺すごい謝られてんだけどえっ、ー、とこの前間違えてブロックしてしまってここでね一つね問題なんだけど俺ブロックされてないんだけどされてないのでもねそうね彼女さんから怒られたんだろうねなんで私のフォロワーのことはブロックするのブッメイみたいなこと言われたんだろうねでね男の子って基本的に最初謝えしてないんだけどなあしたかもしんな、ね、いでもきあしたかあれかなちょっとごめん 言っっちゃったんだろう、ね、そうそれでね話が始まるのよこの前間違えてブロックしてしまってこの時点でブロックされてませんというか一回もブロックされてないんですけど僕はそうでブロック解除しましたと本当にこの度はすみませんでしたと今回のことはすべて僕が悪いです本当にすみませんでした深くお詫び申し上げます俺にフォローしてきたの今日じゃないですよねあれれとそもそも俺この人フォローしてないんですようんさっき彼女から見せてもらったんですけどあなたがブロックされたと言ってる時間はすでに彼女の俺のブロックリストを渡してますよ 名知りません。僕は彼女に今初めて読んでこの文章、あのこ怖くて長文だったからあの読んでないから、えー、僕は彼女に十十八四十八分にすべてのブロックリストを提示しました。 その中にあなたの名前はありませんでした。彼女と別れてほしいなら素直にそう言ってください。あなたのユーザー名を教えてもらったのが18時5 0分。怖いよ、1分刻み。うん、えー。52分の48分に送ってブロックリストに載ってないの不思議なんですよ。つまり、19時3分にブロック解除されたっていうのは嘘だということになりますか僕がブロックしたのは本当のことなの。あ、のね本当じゃないのブロックされてないから。あなたがなぜ嘘をついているのか教えてください。DM 待ってます。この度は申し訳ない。これ昨日の午後、 8時55分で、あの、さっきですね、これ配信前です。分かれたんですか分かれちゃった。えへへろ。えった。ざわーみろ。ブッブッブッ。パンチパンダさん、こいつ速攻切り替えめちゃくちゃ早いですって来たんだけど。なんか最近フォロワーさんと DM とかしたりすると、神様とかヒーローって言われて憧れるんだ。<laughs> <laughs> 憧れられるんで、これ4時間前かもう別れてから次の日か俺そんなにそ大層な人間じゃない知ってるよまあ確かに目の前に困ってたり助けを求めてる人がいたら性格上ほっとけなくなるから誰かを助けるために喜んで犠牲になるけどね自己犠牲はおすすめしないよ私が死ぬって言ったらどうしますか見た人強制見ちゃったどういった <laughs> うこ、ん